はい、始まりました。しゅうちゃんオートです。本日はですね、川口オートレース場の4日間開催、今日が2日目準々決勝でございます。今日もですね、7レースから最終レースまでやっていきたいと思います。果たして森くんが順当に準決勝に進めるのかどうか、進んでほしい、お願いします。はい、ということでですね、今日は両走路でございます。最終日まで両走路予定でございますのでね、いいレースが期待できます。最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ、1本目の7レース、ここは小原選手、あとはマサヤ、両方ともスタート勝負だね。結構ね、スタートだけが肝でございます。来い、スタートしました。7番の永田がものすごいスタートを見せました。最終半からトップスタート、小原君も行った。10メートル前の佐藤玲を叩いていきました。で、注文通り秋田選手を食ってった。小原がうまく4番の秋田を叩いて4番さあ、そこで速攻が決まるか。高橋の内を刺してまいりました。3コーナーから4コーナーのカーブ、小原行け。先頭を逃げるのは岡崎、追い上げる1番手は安藤。2周1コーナーで安藤が先頭に上がりました。3番手に小原、4番手に高橋よしのり、スーッとインコースから5番の小原。さあ、秋田選手がエンジンかかってくるか。ここからここは待ちました。4番手高橋を狙ってくるのは永田雅也、現在5番手から4番手を狙います。残りは4周回。さあ、ここさあ、小原君、これ振って永田雅也直線で切り返してまいりました。さあ、逃げるのは安藤、一発で入ろう。1番手は5番の小原望。さあ、この3コーナー、そう、そこ勝負。追い込むようにして先頭になっています。やや懐が甘くなった。ここにつけ込んでくるのは永田雅也であります。残りは3周回、小原が先頭です。永田が2番手の位置、3番手に交代した安藤、4番手に鈴木清志が上がってきています。清志さん来い。先頭争いは接近戦、清志さんも3着まで入らないと。小原がリード、2番手から永田雅也、チャンスを伺いながらの終盤戦。さあ、内を並べて残り2週間入ってまいりました。ここの終盤戦で小原をさばいた永田雅也が先頭に立っています。小原は2番手に交代しました。そして3番手争いはインコースからインコースから攻め上がりまして、安藤を刺してくるのが鈴木清志、安藤も粘る、安藤がかぶせる。3番手争いはわずかに安藤か、鈴木清志4番手。うわ、1回言っちゃったよ。残り1周ブルーフラッグを通過しています。3着争いになりますが、安藤と鈴木清志接近戦になっています。わずかに安藤がリード、鈴木清志4番手、最終コーナーに向かっています。先頭は永田雅也、そして小原の順、大差がついた。3番と2番の安藤さんだよ。どういうパフォーマンスを見せるかによってレースの流れがガラリと変わります。さあ、8レースですね。ここはもう佐久間選手を中心に、もう思想からね、結構気配が良かった。あとはね、この熱走路をどうね、克服できるか。頼ます、佐久間さん、スタートから来い。スタートしました。20戦の両者インコースから武藤がコーナーと、さすが新潟さんの先はいけんか。山本を叩いていきました。そして4番の古木もいいスタートを切っています。抵抗する山本をかぶせるようにして、古木が3番手からの競争です。佐久間さん頼む。先頭は吉田富士家、追い上げる1番手が武藤博美、さらには坂田区古木が続いています。早めの仕掛けから6番の青木春彦、おっと4コーナー立ち上がり、青木が攻めました。佐久間さん、レーサー2周回目、あっという間に武藤が差し切りまして先頭に立っています。かわされました吉田、ここを狙うのは4番古木、さらには坂田区6番青木が続いています。
8番の佐久間さん、その走りもったいない。タイヤ使っちゃう。山本智弘の体勢です。石本を攻めに行くのは8番の佐久間。今ホーム側では5番手に上がりました。先行するのは武藤博美、2番手が古木、20メートル人気の乗車が先頭2番手。ここに食い込むことも迫ってきています。さらには佐久間も一気にこの 3,4 コーナーのカーブ切り返して入れるか、一発できるか。先頭争いはここで古木が武藤を差し切りまして先頭に立っています。先頭古木に変わった武藤2番手、佐久間は流れてしまいました。6番の青木は差し切りそうとしています。まだ大丈夫、まだ間に合う。3番手争いサイドバイサイド、外から8番の佐久間、ここは力づくで青木を抑え込んでいきまして3番手、さらには2番手の3番武藤を狙う立場になりました。残りは2周回終盤戦です。抜け出した古木、2番手が3番武藤博美、8番の佐久間が切り返しの体勢から入って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 最後のコーナーで向かいまして3番ただ際は接戦になりそうだ。3番武藤がキープ、青木が切り返して並ぶも届かない。勝ったのは古木。さあ9レースですね。ここは2番の下平選手、あと4番の押下選手、下平選手頼むよ、今日もしっかりスタート行っちゃってください。2番4番で来い。スタートしました。最終班から佐藤雄二が行った。津波は遅れを取りました。1番の清水がまずは1コーナー先頭で入りました。押下さんがスタート遅い。牧野押下の順でさあ入って、牧野さんの内入って、牧野のインコースをさせるかさせないか。さして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 、この勝敗の生命線だ。おっとここはもつれた。うわ、内側からのそれはきつい。後ろ7番の佐藤も来ております。競争は2周目に入りました。かなり序盤戦でもつれました。今3番手に上がったのは山田正弘、さらには佐藤雄二もついていく。佐藤も内を攻めようとしましたが入りきれない。かぶせるようにして押した。それではインコースから押した選手、もう一回やりきれる、もう一回やりきれる。残りは4周回、1番の清水、さらには2番の下平義輝。いやこれ結構きついよ。膨らんだ4番の押した攻めに行くのは7番の下平さん。ピッチ上げて、ピッチ上げて。4コーナーに向かっています。3番手は山田、4番手に佐藤雄二、24期勢が続いています。残りは3周回前後半の折り返し地点であります。先頭清水、2番手は下平、体勢変わらず。ここを攻めに行くのは山田正弘3番手。さあ2番手は下平さん、前くっついて、前くっついて。ここは2番の下平を抑え込んでいます。山田3番手、佐藤雄二を相当から攻めに行くのは4番押した和也。4コーナーを立ち上がりまして、さあ2番手に攻め上がる山田正弘。うわ正弘だよ。残りは2周回、そして道中やや序盤で不利があった4番の下和也になりますが、巻き返して今5番手の位置。佐藤雄二がインコースからインコースから前に前に攻め込んで今3番手の位置。4コーナーを立ち上がりまして、残り1周のブルーフラッグ。さあ清水を捕まえた6番の山田、山田が先頭に立っています。清水は2番手の位置、そして佐藤雄二、押した和也が続いて最後のコーナーに向かって、この距離はどうか。最後のコーナーややバイクを引いた佐藤雄二、外から4番の下和也の幕に食い止める佐藤雄二。砂に落ちております。まもなくチェッカーブラック、山田が先頭。なりました。
さあ10レース森くん登場、スタートからしっかり頼むぜ。藤川君よりまず先行ってくれ。スタートしっかり全集中。森くん準決勝が待ってる。さあ5位森勝行、スタートしました。20メートル線のスタートを後ろから5番の藤川も迫ってきていますが、3番の竹中が置き去りにしました。4番福田裕二が棄権を制しました。竹中さんがちょっとそして壁になってる。一気に行っちゃって、そこ竹中を救って、さらには藤川リードインコースまで差し切りました。3コーナー一周4コーナーで人気の森が4番手で上がってきています。おっと4番福田裕二がやや膨らむ格好になりました。先頭の2番手に野沢が追いつきました。追ってそして3番手から福田裕二、そして森勝幸4番手、5番の藤川を指した丸山が今中段の5番手あたりまで上がってきています。福田さんがちょっと待っててくれてるよ。今のうち今のうち竹中和成という体制です。トップは1番の田西です。ここで2番手内潜り込もうとする4番福田裕二、くるっと小回りから2番の野沢を捉えにかかりますが、そのうち入っちゃう。4選手が並走しています。ここのチャンスを見逃さなかった森勝幸。外から7番の丸山のまくりも、さあ走破圏内であります。先頭多彩、2番手に森が攻め上がる。残りは3周回、最低森が2番手に上がりました。外を牽制しながら、そして内側から8番の泉田、3番手に上がっています。トップはここで森勝幸が攻める攻める。3コーナー森が先頭に立って、あと逃げるだけ。3番手に泉田、4番手に丸山、中間勢40メートルも3、4番手に上がってきています。残りは2周回、ここで泉田が捉えて森を追い上げる1番手になりました。あと2周、先行するのは森勝幸、至近距離まで泉田が上がってきています。内を締める森、さあこれは首位攻防戦、まだまだ分からない。わ、泉が外から来てる。外から泉田修介、絶妙なアプローチ。さあ、わ、これやばい。6番の森を捕まえに行く。残り1周ブルーフラッグ、泉田が先頭に上がった。森は2番手に交代しています。3番手に丸山という体制になりました。トップは泉田修介、2番手に森勝幸、3番手丸山という体制で最終コーナーに向かっています。道中ワンチャンスを見逃しませんでした。泉田修介先頭だ。森丸山が続いています。チェッカーフラッグ、さあ中村雅人登場ということでね、思想タイムからしてね、ちょっとずば抜けてました。雅人を外すわけにはいきません。さあスタートから雅人どんなレースを見せてくれるのか、頑張れ雅人。まずは矢野翔君が行った。そして高知さんがスタート行った。そして福ちゃんが外から行ったよ。福村が先手を取りました。24がいい形に行った。早くも接近して3コーナー、でももう早い雅人、早いよ。先頭に上がるのか。3番手に福村、その後ろ増田、さらには辻大二が続いています。さあ吉田浩二さんがこれ頭に張った。ここで吉田浩二さあ24がこのまま逃げれるか。先頭吉田浩二、2番手に福ちゃんがいけるか。中段では早めに福ちゃん昨日いいレースしたからね。中村雅人が5番手まで上がってきています。吉田浩二の引っ張り、2番手が千葉、3番手が福村であります。4番手増田さあ雅人が一社一社さばいてくるような形。ここでまず3号車の増田さんをパスして、さあ福ちゃんがちょっとね、足がどうだろう。逃げるのは吉田浩二、追ってる番手が千葉康信。ここで入ってくるか。福ちゃんがちょっと足色がおかしいぞ。おい福ちゃん、その後ろから中村がじっくりどうした。あー1番の芝が体勢崩しました。あらら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 ら、外から活路を開いていきました。2番手に上がっています。さあ逃げる吉田浩二、追い上げる1番手中村になりました。千葉これどうなっちゃうの、どうなっちゃうの、どうなっちゃうの。アウトコースから増田、そしてインコースには4番福村の姿があります。マッチレースになりました。残りは2周回、先頭は吉田浩二であります。これ千葉さんがやばかった今。差を詰める中村がいます。そして3番手はまとめて捉えた4番の福村が3番手に上がってまいりました。先頭争いはマッチレース、内を締める吉田浩二、この3コーナーで追いつきました。中村4コーナーの差マサトがこれ切り返して、スムーズにさばいてまいりました。さっきのあれがね、うまマサトうまく回避したい。外側にて吉田浩二交代しました。3番手には福村、4番手に増田慎一という体制。これから最後のコーナーに向かっています。しっかりとさばき切りました。中村まあ一番人気やねこれ。吉田浩二、3番手福村に外から迫ってくる増田慎一、まもなくチェッカーをラック。中村連勝マサトおめでとう。
さあ最終12レースですね。ここは8番のね思想から3丸の和歌、あとはノリだ。6番8番コロニシャで勝負、頼んませ和歌スタートがしっかり来い。さあノリダがちょっとスタート遅れ気味だけど後ろに食われないか、そこだけ大丈夫。そしてハンデ30もで注文通り枠が先に行った。ああちょっと滑ってる。最後方から木山、先頭は1番の広瀬、内を狙ったはずがノリダが滑ってる。3番手木村義則コースカを抑え込んでいます。1番の広瀬がレースをリードしています。2番手長谷川、3番手さあ長谷川さん行けるか頭まで。後ろからは若井智和、ここで5番の広瀬をパスして5番手まで上がってきています。逃げるのは広瀬、追って2番手から長谷川広志、インコース飛び込んでありました 3,4 コーナーのカーブ、長谷川先頭に上がりましたが、それもつかの3番の木村義則、若井智和が来ています。さあこれ先に3番の木村が内を狙いますが長谷川がかぶせる展開。2番手には3番の木村義則、そして内をついてはさあ乗れたが内から行くぞ。これ2番手上がってきています。長谷川のペースであります。2番手は赤い、3番手が木村義則、小塚さんがちょっと内にこれ包まれちゃってるね。8番の若井智和、さらには6番の中野まで上がってきております。さあ逃げる長谷川はあっという間に若井が捉えました。若井が先頭に立っています。さあノリダーがこれかわせるか。ここは師匠の長谷川博士を捉えました。残り2周という段階で固くなっちゃうな。これだと長谷川に上がっています。長谷川3番手に後退しました。後ろからは4番高塚義明、ここで長谷川の内を救って3番手に上がりました。これで高塚選手もうここでもう独走でしょ。あとはさあ先頭は若井智和、どんどんリードを広げて残り1周ブルーフラッグ。2番手は6番中野範人、3番手には4番高塚義明。若ぶ投げなく素晴らしいレース、まだまだ距離ね、内から内からでもう我慢しながらのね車がいいですねこれ多分ね、うん、今4コーナーを立ち。さあ最後はヨーロッパ、逆ヨーロッパで決まり。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。和歌もマサトも危なげなくね、あの1着素晴らしいレースでした。そして森くん今日も2着、もうちょいだな、なんだろう腰回りなのかな、もう少しね森くんスピード出ると思うんですよ。なんでねもう一整備ですね、はい、頑張ってもらいたい。ということで本日の中ジャオと準々決勝やってまいりました。明日いよいよ勝負の準決勝ですよ皆さん。明日は現地に行って、やってみたいと思いますので、ぜひ皆さんねチャンネル登録、あとグッドボタンも一つよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。